あなた運がいいんだって。ケンケン先生に質問です。求人されるとき、新卒中途採用にこだわりはありますか？それと履歴書、職務経歴などは何割くらい信用されますか？求人を担当していたとき、使用期間が終わると表現する人もいて、猫ちゃんかぶっていたのを見抜けませんでした。人を見る目を養う方法はありますか？ということですね。はい、匿名希望様ありがとうございます。まあ、こういうのがあるから僕が、わざわざ他の社長とか会長にですね、面接に立ち会わされたりとかですね、履歴書を見る仕事があったりしたわけですけども、まあそれでもですね 100% 見抜くっていうのは不可能ですね。なんでちょっとまあ僕が見てたポイントとか見るべきポイント、投げかける質問、その辺をですねちょっと話しておきたいと思いますね。まあ中途採用新卒はこだわりません。昔で言うとですね、30年ぐらい前なんですかね、昭和の時代は新卒雇ってですね、その人が定年になるまで働いてくれるみたいなね、ことはあったかもしれませんけども、特に銀行とかだったらそうですよね。うん、一生こう働いてくれたんで、いいですけど、今はもうその新卒って言ってますね。1年2年。ひどい時はですね、あんだけ就職活動頑張ったのに、一月とか二月で辞めていく若者が多いですからね、最近は。なんでも新卒中途はそこまでもう今はこだわりませんね。企業は結構新卒いい大学のね、での人が欲しいので、その頑張ってますけどね、各大学回ったりとか、まあ僕の知り合いのね、会社の社長さんとかも、まあ東大とかね、もちろん京大とか、早稲田とか慶応とかそういうとこから取りたいみたいですね。企業側も頑張ってますけども、まあそれほど学歴とか重視してるってことですよね。いい大学であればあるほどまともな子が来るだろうと、ちゃんとした人が来るだろうっていう感じですけども、まあ求人の時はですね、当たり前ですけども、猫被るっていうか、まあ誰もがそらそうですよね。まあ僕らでもそうですけど、まあ雇ってもらうわけですから、面接してるわけで、特にその偉そうな態度取りませんし、質問されたらですね、はいはいって丁寧に答えますよね。そら、裏ではですね、わっしょいって毎日クラブ行ったりとかですね、女の子だったらもしホスト行ってる子がいてもですよね、そら面接ではちゃんとリクルートスーツを着てですね、ちゃんと対応しますよね。それは当然そうなんですけども、みんな家帰ってもね、そんな状態だったらしんどいですからね。家帰ってもリクルートスーツ着てたらもうそいつはちょっとおかしいですよ。むしろそんな人雇わないですよ。ずっとスーツ脱がずにですね、背筋をピンとして家でもそれでですね生活してる人間はやばい、逆にやばいですよ。中途採用とかの場合ですね、面接で聞くのは限られてて、まあ前の会社とかがですねのことを聞いたりとかですね、僕は面接するときは結構相手を乗せますね。相手がですね、僕がまあ、例えば面接担当と、ね、社長と、あとまあ、社長の部下みたいな人、3、4人いてですね、こっちが、シーンとした場所で、厳しくですね、問い詰めたりとか、そういう、場だとですね、相手もこう、本心を話してくれないんで、そう、かしこまった感じでですね、当たり前のね、答え、決めてきた答えしか言わないんで、僕は結構ですね、その場の雰囲気を大事にして、相手を乗せますね。いかにこう、相手の普段の、新卒だ男の子とかもそうですけども、男の子、女の子を出せるように、こっちが頑張りますね。じゃないと、彼らはですね、もう多分、その、学校で教えられた答えしか言わないので、で、まあ、普段の雰囲気、普段のその人の感じを出して、そうそうそう、調子に乗らせて吐かせるって感じです。で、まあ、中途採用の場合はよくあるんですけども、なんで前の会社を辞めましたか的な会話ですね。言った時に、前の会社の悪口とか言うのはもう即アウトっていう感じですね。それ一発アウトかもしれませんね。これ多いんですよ。やっぱ自分は、まあ、雇ってほしいわけなんで、自分がクビになってても、絶対に自分の能力が低くてクビになりましたとは言わないですよね。自分は能力が高い人間だけども、前の会社がおかしくてみたいなのが多いんですよ。そういう、人は雇わないです。でもこれはすごい多いですね。やっぱ自分をよく見せたいんで、自分はちゃんとしてたけども、ちょっと上司がおかしいやつで、みたいな。上司にいじめられてとか、そういうことを言うんで、僕はそれがもしね、本当だとしても、自分の責任ですとか、いう人間の方がいいですね。だから、例えば本当上司が嫌なやつってありますよ。もちろんありますよ。まあ、そういうのありますけども、自分の実力が至らなかったんですっていう方が、こいつ人間的にまともだなと思いますね。いや、もうそんなんばっかりですよ。やっぱ自分を、よく見せたいんで、自分はできる人間だと。自分はすごい人間だけども、他の人間がダメだった。会社がダメだった。とかですね。まあそういうこと言うのは一番アウトですかね。
なんでまあ、やっぱいろいろ聞いてあげるのがいいですね。普段のその人を出させて、軽く喋るね。それが一番重要かなと思いますね。いや、上司おかしいのありますよ。もちろんおかしいのありますし。ああ、そうそう。EXILE 踊らされてはいましたよね。チューチュートレイン踊ら。あれはもう僕は面接年で、僕が雇われてる方でもあれをやらされてて帰りますけどね。あのパワハラはちょっと僕はひどいと思いますけどね。皆さんも覚えてるかどうかわからないですけど、ツイッターで上がってたんですよね。またあれ新卒の子ですね、多分。新卒の子がみんなね、何人か5人ぐらいで、チューチュートレインに踊らされてましたよね。ああいう会社は僕は速攻辞めますね。面接の途中で失礼しましてで帰りますね。そうそう、マノモ様ね。あれはもうひどいでしょ。あれ踊れだからなんやねんっていう話ですよね。でもああいう意識高い系を狙ってる会社みたいなのありますよね。昔ね、テレビでやってた気持ち悪い飲食でね、大声で注文取ったらですね、喜んでみたいな感じの社員っていうのかな、同士でダンスしたり、お客さんの前で居酒屋ですよ。気持ち悪い居酒屋、僕ああいう居酒屋嫌いなんですよ。従業員同士でね、踊って、居酒屋なのに踊って、大声出して、みたいな。ああいうとこ僕絶対二度と行かないですね。あんな求めてないんで、ご飯に埃入るやろうと思いますからね。なんでまあ、そうですね。この面接は猫を被らせないようにするっていうのがポイントかもしれませんね。いかに普段の相手を出すので、こっちがやっぱ面接感がですね、まあ向こうが喋りやすいように、普段の字が出るように持っていってあげるのがポイントだと思いますね。はい、ということで、匿名希望様ありがとうございます。面接頑張ってください。はい、ありがとうございます。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。